秀吉殿は天下人、物量では我が軍は故にどの隊が欠けても苦しくなるだろう。秀吉さえ撃てば徳川は勝てる。短期で敵陣にかけて切り込むか。いや、それでは味方の布陣にも影響が出る。考えろ、徳川にとっての最善とは。虎松、頑張って。変われるか、新入り。直政をはじめとする家臣たちの奮闘により、家康は北条、真田との領土争い、甲斐、信濃を得た徳川家は名実ともに天下有数の大大名となった。一方、信長の家臣羽柴秀吉は旧敵光秀を討った後、織田重臣柴田勝家も撃破。東海の雄家康と信長の後継秀吉、天下の行く末は天正12年、両者は覇権をかけて激突。徳川の先方にはいつもの名実ともに徳川を代表する将にならんとしていた直政の心にはある変化。こっちから行くで、家康殿。東の道から進み、小畑城を落とすんじゃ。秀吉殿から仕掛けてきたか。皆気を引き締めて迎え撃つのだ。この戦、織田信雄を失えば大義を失う。必ず守らねば。秀吉殿の前では些細なことも命取り、信雄殿のみならず味方が崩されぬようにせよ。僕も最善の道を貫くには味方を生かすことも必要か。敵将を討ち取った。サルメの軍勢をこちらに近づけるのも、そう、セボン。小畑城に進む味方を援護するためにも、ここらで小牧山城をつついておくか。ストーリー。敵は鉄砲を多数揃えて守りを固めている。こちらから攻めるのは難しいか。最善を尽くしたまでだ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。入るか、身の程知らずめ。小畑城を狙うにしては
兵が少ない。秀吉殿の真の狙いは一体。貴様ら程度であれば俺に傷一つ残せない。徳川を頼らぬと戦うのとは、信雄は信長公と似ても似つかぬ臆病者だな。解剖お臆病者とは無礼な。待っておれる、目に物見せてくれる。挑発にまんまと乗せられようとは、秀吉殿の狙いは信雄殿の釣り出しか。敵将は討ち取った。ついてこれるか、これるかという強さよ。見ない顔だな、徳川の新入りか。家中の者ならいざ知らず、他家の者にまで新入り呼ばわりされる筋合いはない。なるほど、ここは開門。学殿城に敵が迫っておるか。俺が打ち破ってくれる。ストーリー開門。信雄は釣り出せた。ここは一旦引くとしよう。クラチ者は逃げ出しおったか。この勢いで猿目を打ち取ってやる。まんまと飛び出してきよったか。清正、正則、信雄へ突撃したれ。うまい。いや、こちらも負けてはおれぬ。全軍進め。信雄殿に加勢せよ。その名を御ため参る。敗北条件変更。いざ進め。俺たちこれに俺も戦う、皆と共に。最善の道は出せない。あの砦さえ抜けば急に間に合うか。とっと、ここを突破されちゃ体を張った三成さんと義経さんが気の毒だ。小牧山城が手薄になってるようじゃな。今なら簡単に落とせるかもしれんて。開門。エゾン無双。ノブカツを狙い撃ちだ。彼に挑むとは勇敢な将だった。会う相手ではなかったか。
れるか。敵将討ち取った少し強引すぎだな。もうこっからは出られない。獣貴様を撃てばいいだけだ。押し通る。信雄を引きずり出す策はうまくいったな。俺たちは秀吉様をお守りするぞ。ああ、備えておくに越したことだ。譲れぬものがこの俺にもあるんだね。大王、見事よな。中央の羽柴勢の背後を取った。一気に突き崩し味方を救う。開門。何が徳川にとって最善の道か、新入りにも分かってきたぞ。そこまでだ。好き勝手させるかよ。なせ、相手となる。マジで気合い入れてくれ。なかなかやるな、新入り。最善を尽くしたまで。そう、敵将を討ち取った。まだまだいったね。コズメを出すんじゃ。最善を尽くしたまで。勇ある者は本多平八に挑め。敵将討ち取った。俺に傷一つ残せない。戦救援来う。安心しておったか。これで戦況は好転したか。真珠もまあ悪くはない。これでは策が台無しだろう。しっかし徳川の結束は大したもんじゃ。よくやってくれた。さあ、楽田城へ総攻めをかけよう。開門。もはや赤備えに死角なし。行くぞ。敵城に切り込む。さて、新入りにばかりこうはやれんな。敗走。
最善を尽くしたまでだ。俺が天気にそうか。当然だな。今までは母上の背を追うばかりでしたが、これからは俺が前に立ち母上を守ります。うー、感激です。これでもういつでも家督を譲れますね。忠勝さえどうにかすれば徳川を崩せると思っていたが、敵は忠勝さのばかりを恐れるが、徳川の将はあの人だけではない。見事なものよ。将として一回り成長を遂げたな。敵将を討ち取った。ここで逃げ出しゃ笑いもんじゃな。腹くくって相手になってるわい。覚悟。おっ、見せなえろ。どうじゃ、わしの配下にならんか。ならぬ。そこでは過ぎないよ。本田平八に挑め。なかなかやるな、チーム。戦救援行う。遅れを取ろうとは。皆と共に勝つとはこういうことか。ようやく何かを得たか、新入り。この戦の傷は格別なものとなろう。傷に格別も何もありませんよ。それにあなたはまた無傷じゃないですか。